はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、私、ヤガミハヤテがお送りします。絶対生き延びて見せる絶対絶命都市4、これ、違う、実況動画、パート13。なんかいろいろ混じりそうになりましたけども。というわけでございまして、前回はですね、なんか怪しい奴らとなんか、ちょっとなんかね、やばいね。ああいうヒゲのやつやばいね。というところから逃げた先の物語。というわけで、今回も一緒に見ていきましょう。あらあら、おばあちゃん。どうしたの？すみません。うちに帰る途中に余震があって、塀が倒れてきて。ほう。申し訳ないけど、私をうちまで連れてってくれませんか？いや、それぐらいもう全然やるよ。わかりました。家まで送り届けます。ありがとうございます。いや、困った時お互い様ですよ。この道をまっすぐ進めば私の家です。おー、じゃあ行きましょう。というわけでございましてですね、キヨさんを背負うんですが、ここからダッシュができなくなります。なので移動速度が非常に遅くなりますが、まあそれはねしょうがないですね。背中にねご年配の方がいらっしゃいますから。さあさあ、お家はどこかな。ね、お家についてね、お家でゆっくり休めるといいんだけど。あら、お母さん、どうしたんですか、その怪我。そこで塀が崩れてきてね、この人に登ってきてもらったのよ。京子さん、うちの中で休ませてちょうだい。それとこの人に何かお礼を差し上げたいの。でもお母さん、家の中まだ片付いていないのよ。怪我人を休ませておく場所があるかどうか。それにその怪我、ちゃんとお医者さんに見てもらった方がいいわ。おい、京子。あれ、お母さん、怪我しているのかい？え？家の中はまだむちゃくちゃなのよ。お母さんを寝かしたら、私たちの寝る場所がなくなっちゃうでしょ。でも、怪我してるし。お医者さんに見てもらえばいいのよ。病院ならベッドもあるでしょうし。お母さん、どうしたの？せいやはお家の中にいなさい。すみません、病院まで連れてってくれますか？勝手ですみませんが、息子夫婦に迷惑もかけたくありませんので。息子夫婦か。あれだよね、今これ多分だけど、おばあちゃん聞こえてんじゃねえのかな、この声。なんか、なんでそうやって聞こえる声で言うんだろう。俺ね、アニメとかゲームとかね、そうなんだけどね、たまに登場キャラにすっげえイライラすんの。この女ね、ロケハンもやってっから、俺これ2周見てんだけど、2周目見てもイラつくわ。いや、見たらしくさ、ねえ。そう、なんかね、なんか、納得いかねえわ。もう、行こう行こう、病院。なんて鬼嫁だ。わかりました。病院まで連れて行きます。ありがとうございます。いや。サトシ、京子さん、それじゃ、病院に行ってきますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますじゃねえだろこいつ、マジ。総合病院はこの先の曲がり角を曲がった先の商店街を抜けた大通りになります。よろしくお願いします。もうキヨさんはもう俺がやるからいい。サトシ、ここから北西方向に病院があります。母、よろしくお願いします。お前そういう風に言って、なんだ、しっかりと言えば、そのキヨさんを誰かが運ぶと思ってるお前のねじ曲がった精神も嫌いだ。でも京子、もうその絵がちっちゃいのもお前は嫌いだ。どうしたんですか？一体どっから片付ければいいんだ。まあこうなっちゃうとね、もう片付けるうんぬんだよね。まあでもとりあえずね、目の前にいる人しか救えないから、キヨさんをしっかりと病院に届けてあげよう。ちょっとやめなさいよ。さあ、うわー、
まあね、ちょっと崩れたぐらいで済むみたいなので、これを続けていきましょうね。大丈夫ね。もうあのさ、病院に行けばベッドがあるみたいなさ、病院がどういう状況になってるぐらい少しぐらい考えればわかるだろう、あいつマジね。え、もう何見てんすか、何見てんすか、あんた。ひえ、こりゃ落ちたら助からないな。普段通ってる道がこんなになるなんて。病院の場所、目の前のでかい穴の向こうにある大通りに出たら北に病院があったと思うよ。揺れて落ちても知らないんだからね。もうよいしょよいしょ。何してんすか。地震発生から4日も経った。同僚や家族は無事だろうか。まあそうなるわな、そうなるわな。いや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 、よいしょよいしょ。さてさて、ね、家に張り紙なんか貼ってあるね。ちょっとね、寄り道していこうか。ごめんな、足痛いのにね。さーて、家の門に紙が貼ってある。和樹へ、家族全員無事です、安心してください。お父さんと一緒に口出し小学校の避難所に避難しています。お母さんより。そうだよね、家族は一回家に帰ってくるよね。そういう張り紙とかになるんだね。どうしたのどうしたの、嘆く女性。ああどうしましょう、35年ローンで買った家が建てて2年も経ってないのに。手持ちの現金がほとんどない、このままじゃ復興するまで暮らしていけないぞ。いや、まあそうもなるわな。おっかねえなとしか言いようがないよ、ここら辺に関しては。さてさて、怖がりの若者、道の真ん中のデカい穴を越えるには商店街の屋根の上を通るしかないな。登りたくないな、ここか。それ登りたくねえな。まあでもね、病院に行くにはこの道しかない言うてますから。なんか上にお姉さんがいますけど、なんだなんだ。おお、ちょっと怖いですな。どうしたんですか。よいしょ。ちょっとあんた、さっさと出発するわよ。あら、キヨさん、私たち荷物をまとめに来たんですよ。私は病院に連れてってもらう途中なの。お互い大変だけど避難先でも体に気をつけてね。ねえ、こういうこと言ってくれる人がいるのありがたいね。本屋の窓、本屋の窓が外れ地面に落ちている。中に入ってみましょうか。さーてさーて、ここにはパーカー、この服の方が好き。さあ、お家の中に入ったはいいもののというところでございまして、何個かね紹介しておりますけど、ここの階段も5階段の一つですね。産む子の階段はっていう風に調べるとね、少女の声が聞こえるっていうところになってますので、ここもね調べておきますと5階段の実績に1個近づきます。さあ、というわけで階段を降りていきまして、うわー、もうボロボロだぜ、こりゃひどいね。もうなんかとんでもない状況ですね。本屋のレジスター、電気が通ってないため動かないようだと。ちょっとね、ロケハンの時にね、システムデータがセーブされちゃったので、本当はここに4つぐらい、なんだっけ、災害マニュアルございます。さっきの、なんだっけ、家のローンがあってた奥さんの横の旦那さんも確かお話しすると、現金っていうね、災害マニュアルをもらえます。というわけでございまして、まあ、目の前にトイレがあるんですけども、ちょっとまた久々にね、災害マニュアル見ていこうかなというふうに思うんですけども、さあ、一部のね、ちょっと災害マニュアル拾っちゃってるので、全体的にね、なんだろう、しっかりと見れなくて申し訳ないのですが、まあ、例えばね、はぐれたらとかね、災害直後の混乱した街中で人を探すのは容易なことではありません。もし恋人と一緒にいるなら、少なくとも拠点となる場所を決まって、が決まって落ち着くまではむやみに別行動を取らないのが一番である。しかし、災害時に別行動を取っていたり、何らかのアクシデントによって災害後はぐれてしまったりすることも考えられる。怖いですよね。だから待ち合わせるっていうところでなるわけでございますけども。でね、避難生活かな。外出先での避難所。外出先で避難した場合は緊急避難的に近くの避難所に入れてもらうことになるが、あくまでも避難所は地域の方々が避難するものであることは忘れないようにしよう。行政や企業が帰宅困難者一時受け入れ施設を開設した段階で移動するね。ここにいればもういいじゃんって思いきやね、それはちょっとあんまりよろしくないんですよっていう話ですね。あと、プライバシーを守るっていうね、
団体生活を行う避難所と違い、社内生活は個室なのでプライバシーを守りやすい。これはあのエコノミー症候群って言われるものがね、あの行われるっていうのはね、あの避難所ではよくある話ですね。これちょっと後で手に入ってるものも何個ありますが、ちょっと読んでいきたいと思いますね。孤立しないようにする。社内生活を行うということは避難所から離れて孤立した状態になるということである。確かにプライバシーを守れるかもしれないが、逆に団体行動で得られるはずの安心感に欠けるというマイナス面もある。車中に引きこもりにならず、活動できるうちは可能な限り避難所へ足を運び、情報を取ったり現場の作業を手伝った方がいいね。これはもうね、本当なんていうんですかね、これこの後イベントとかでも見ていきますけど、結局他人に嫌われるっていうのはね、こういう状況ではね、できる限り避けていきたいところですね。さっき話したエコノミー症候群ですね、正式には急敗血通常エコノミークラス症候群と呼ばれ、近年では一般の人々にも知られるようになった症状である。これは血液中に血栓ができ、この血栓が肺に到達して呼吸困難に陥るというものである。ストレスや脱水症状が原因で、さらに運動不足により血液の循環が悪くなると起こりやすくなる。阪神淡路大震災の当時はこの症例への認知度が低かったため、現場では対処できず、後日大きな問題としてマスコミなどで騒がれた。そして新潟中越地震ではこの症例により死者が出たという確認がされている。これを避けるためにも、とにかく車内に引きこもらないこと、心理的に動くのが辛い場合でも可能な限り体を動かすこと、水分を取ること、そしてできるだけ車中生活を長引かせないようにすることである。なるほどね。もうこれはね、もう書いてある通り、ストレス、脱水症状、運動不足っていうところになってますんで、まあ、しっかりとね、災害が起きた時に少しでも状況を良くするためにっていう救助活動に少しね、積極的に参加するとか、そういうことだけでも、このエコノミー症候群っていうのからは少し遠ざかることができるのかなというところでございますね。さーて、あと他には。優しさと笑顔を忘れない。被災者には家族や家を失った人が多く、心に大きな傷を負っている。ボランティア活動って、これで一回読んだ気がするんだけど、なんかうーんと思うね。何度見てもダメだね。さーて、現金の話、あ、避難所のちょっと話もね、よいしょ。集団での共同生活をしている避難所内で喧嘩、窃盗などのトラブルが起こると、避難所全体が暗い気持ちになってしまうものである。各避難所内で話し合い、人選して自警団を作り、見守りを行うのも防衛策の一つである。体力や瞬発力の意味でも若い男性が勝って出るといい。ただ自警団に頼りっぱなしになるのは良くない傾向である。まずは自分の貴重品は持ち歩くと、最低限の自己管理はしなければならない。いやまあね、集団行動で急にねやるってきちいよな。さて被災前の予備知識、持ち物チェック。災害はいつどんな状況で襲ってくるかわからない。被災地で必要なものを手に入れることも容易ではない。まずはいつもの持ち物、日常的に使っているアイテムに目を向けてみることが大切である。あなたはいくつ持ち歩いているだろうか。ほう、携帯電話、スマートフォン持ち歩いてる、携帯充電器持ち歩いてる、携帯ラジオ、あーもうこれスマホだな、ラジコだな、ペットボトルとかペンライトは持ってないね、いつもね。現金も、財布の中確か金入ってねえな。ハンカチ筆記用具。いや、でもこれハンカチとかはね、大事よね。絶対絶命として3の時にもね、炎の煙からね、なんだっけ、身をかがめてハンカチを口に当てるシーンがね、結構序盤にありましたけど、いや、持ってねえな、こうやって言われると。現金。地震の直後はライフラインの断絶や施設、機器の破壊によってクレジットカードやプリペイドカードはまず使用できない。ATM で気軽に現金を引き出すこともできなくなる。使えるのは手元にある現金だけだと考えておいた方がいい。まあ確かにね、災害が起きてる中でね、熊沢みたいのが出てきてね、弁当3万円だよ、あ、ペーペーで、みたいなことできないもんね。いやー、確かに現金しか使えないね、そうやって考えるとね。さあさあ、まあこんな感じでね、お話できていますけども、熱中症とは、ね、熱中症に関しても触れていきましょう。熱中症は暑い環境で体内の水分や塩分バランスが崩れたり、体温の調整機能がうまく働かないことにより発症する。症状は次の通り。軽度だとめまい、立ちくらみ、筋肉痛、大量の汗。中度だと頭痛、吐き気、体がだるい、虚脱感。重度、意識がない、痙攣、体温が高い、汗が出ない。死に至る場合もあるため、症状が悪化する前に対処しなければならない。いやー、とは言いつつって感じですね。ちなみにね、ちょっとこれかなり長いんですけど、これね、ある消防隊員の手記はですね、なんかどっかの落ち着いたところでですね、この神戸市消防局っていう要はもう実際の経験とね、右上にある通り写真にがいっぱいあるものなんですけども、これに関してはちょっと後ほどしっかりと全部読んでいきたいなというふうに思っております。長々と失礼しました。さあ、というわけでございましてですね、ゲーム本編に戻っていきますが、まずトイレに行かせてください。
ごめんね、せっかくね、キヨさんのこと背負ったのに、いきなりキヨさんのことを下ろし、一人でトイレ行ってごめんね。ただね、もうね、排泄欲求が激しく催してるだったんだよね。ごめんね、キヨさん、お待たせ。いや、ほんとね、なんて言うんだろうね、絶対絶命都市4は、この災害マニュアルだけでも価値がある気がする。災害マニュアルを買うかって言われたら買わねえんだけどさ、ゲームに災害マニュアルがあるとこうやって見ちゃうよね。さあ、さっき外になんかね、呼んでる女性がいましたけど、お、何してるんですか？この辺りにしまったったはずなんだが。お、災害用事にまとめといた荷物。あーね、結局荷物が出てこなければね、あんまり使えないってとこですよね。お、ね、絵が描けなくてもストーリーが思いつかなくても漫画描ける、それが漫画描けるっていうね、ちょっとね、ところどころに宣伝が入りつつさーて、まあとりあえずこのお家の中のものはね、一通り調べ終わりましたので出ていきましょう。よいしょと。さあ、この後ですね、ちょっと注意が必要でして、この後のところがですね、地震が来てぐらつきます。ここですね、中央にいましょう。ここからですね、独立してしまうので、左右に移動してしまうとこれが傾いてしまうので、真ん中から歩いてですね、無事抜けていきましょう。さあ、よいしょ。怖いもの見たさの女性、危ねえぞ。すごい、穴の底が見えないわ。こういうのってつい覗き込みたくなるのよね。落ちたら死ぬんだからね、本当に。冗談抜きに、ドラッグストアのお姉さん、あら、キヨさん、どうしたんです、その怪我。ちょっと待ってくださいね、包帯はもう切らしてた。これしかないけど持って行ってください。あら、いいんですか、ありがとうございます。絆創膏ありがとうございますね。絆創膏ね、自分自身も持ってたいだろうに。さーて、こっちじゃねえな。先に下のやつら残りの話かけとくか。どうしたんですか？商店の店主、梅。おや、キヨじゃないかい。なんで覚えられてんだい。怪我をして動けなくなったところをこの人に助けてもらってね。病院に連れて行ってもらう途中なんだよ。そうかい。若いの、まさかキヨを騙そうとしてるんじゃないだろうね。大丈夫。この人は親切な人だよ。会ったばかりだけど、私を病院に連れて行ってくれるんだよ。あんたの人よしには呆れるよ。キヨを頼んだよ。もっと若ければ私が連れてってやるところなんだけどね。なんかね、トゲはあるけどあったかいお話ですね。物音が気になる男性、なんだか2階のバーから物音がする。マスターは避難したはずなんだが誰かいるんだろうか。なるほど。で、こちらが終わりは何ですか、ここ。よいしょ、窓しかないか。洋食屋の店員、まあぶつかっちゃった。ここ旋回するの時間かかるんだよね、キヨさんいるから。一回ね、近づきすぎるとね、カーソルが消えちゃうんだよね。よいしょ、あれ、あー、出た。ふう、これでだいぶ片付いたかな。あー、ゴミの整理とかされてるんですね。いや、まあでもね、ここからどうやってね、もう一回なんだろう、今までの日常を取り戻すかっていうところがね、被災者皆さんのテーマになるよね、これは絶対ね。また穴があるから通れませんな。よいしょ、ここも通れそうにないな。普段来ない場所だから道がわからん。マッピングするを手に入れた。近くにある水路を歩いて抜ければ大通りに出られそうだが、水路に降りる階段の前にある工事現場のフェンスが邪魔でたどり着けそうにないな。なるほど。ということは今私行き止まりにいるんですね。となると、とりあえずさっき言ってたバーの2階に誰か物音がしたっていう話がありましたけど、そちらぐらいしか行けるところがなさそうでございますね。というわけでございまして、バーの2階に向かってみましょう。ね、夏随泉、ダイニングバー夏随泉さんですね。行ってみましょうかねと。よいしょと。さーて、この中にバーのドアがあるんだけど、ドアが歪んでいて開かない。なるほど。ん、中に誰か。てめえ、この野郎。ん、お前さんは確か、お前死んだはずじゃなかったのかよ。し、なんだ。ノリノリだな。窓の中から入れて中にいたんだろ。空いてるレジ、嫌な予感がしてきたな。金に汚ねえあいつがいて、空いてるレジ、バーのレジスターだ。無理やりこじ開けられており、中には何も残ってない。やったなあいつ。ひょっとこのお面と、なんだっけこれ、風呂敷がありますけど、まあちょっとダサすぎるので、ちょっとこれは放置ですね。完全にあの野郎やったな。しかしながらですね、あいつが2階にいるという話のおかげで2階に移動したところから、屋根自体にこのフェンスを乗り越えられることが分かりました。これ自体はラッキーですね。おや、奥に子供がいますけど、大丈夫あんなところで、危ないよ。キヨばあちゃん、
あら、せいやちゃんダメよ。危ないからお家に戻りなさい。私の孫のせいやちゃんです。一体どうやってここまで。病院に行くんでしょ？僕しか知らない秘密の抜け道があるんだ。ついてきて。先に行って待ってるね。お、すごいじゃん。抜け道。さーて、さあ抜け道に行くためについていきましょうか。この水路を降りていけばいいのかな。さあというところでね、端っこのところからね、おばあちゃんがあんまりね、なんか濡れそうなところとか通りたくないんですけどね、と思ったらあんなにそんなに深くないですね。私のジーパンが濡れるぐらいで済みそうですね。よいしょ。さあ奥にせいやちゃんがいるので追いかけていきましょう。で、裏道知ってくれてたのは助かりましたね。なんとかね、病院にね、キヨさんを連れてってあげなきゃいけないので、それが果たせること自体は非常にありがたいというか、なんちゅうか。さーて、さーて、登っていきまして、これで大通りかな。ここから出て右に進めば病院があるよ。先に行って順番待ってるね。おばあちゃん落とさないでね、お兄ちゃん。はぁ、待って、せいやちゃん。元気があるわね。そうね。ああいう子供が元気なのがやっぱ一番だね。リアカーですかね。おいおい、キヨさんどうした、その怪我。ほへん、塀が倒れてきた時にね、通りがかかったこの人に助けてもらったのよ。そうかい、そいつは大変だな。病院までまだ距離があるし、このリアカーを使えな。荷物運びに使おうと思ってたが、怪我人が優先だ。いいのかい、ありがとう。それじゃあ言葉に甘えて使わせてもらいましょう。いやいや、いい人がいてくれたおかげでね、というわけでございまして、このリアカーを押して進んでいきましょう。街から出たい青年。あ、ごめん、突っ込んじった。街から出たい青年。別に君と話す用はないんだが、どうせなら話したい。店じまいも終わったし、俺も避難しないと。県外にある家が恋しくてたまらない。いや、まあこうなっちゃうとそうなるよねーと。さあ、目の前に病院の看板があるんですけども、病院に行くにはこの道を通るのが一番近いけど、進めなさそうだな。別の道を探すか。というわけでございまして、脇道から進んでいきましょう。ゴーゴー。さーっと上に看板が揺れてるけども、あららららまあ看板が落ちてくるぐらいで済んだみたいです。よかったよかった。さあというわけで橋を抜けてね、リアカーをどん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 引いていきま、おー、ちょっとビクッとしますね。さーてさーて、急いで急いで、やーっとね、総合病院ですかね、着きました。よいしょ。あー、ごめんね、おばあちゃん、変な溝に入ろうとしちゃった。着いたよ。ここが病院です。あなたがいなければここまでたどり着けませんでした。ありがとう。はい、病院着いたよ。よいしょよいしょ。さてさて、お、せいやくんが、そんな、どうしたの、忙しそうな看護師。おばあちゃん治してもらえないの。申し訳ありませんが、他にも重症の患者さんがいますから、診療を受けられるのはだいぶ後になると思います。避難所なら診療所があると思います。そちらに向かわれてはいかがでしょうか。この病院の敷地から出た北に少し歩いた隣町にある口なし小学校が避難所になっております。そうですか。申し訳ありませんが、口なし小学校の診療所まで連れて行ってはいただけないでしょうかね。ここまで、もうここまで来たらもうね、旅は道連れ、世は情け、怪我がひどくなると大変ですから、診療所で見てもらいましょう。そうね、あなたがそう言ってくれるなら避難所までお願いします。せいやちゃんもお家に戻りなさい。お母さんたちが心配してるわよ。あ、わかった。お兄ちゃん、おばあちゃんを助けてあげてね。早い、足が。うわー、中もすごいな。もうざわざわしてるし、人の数がすごいね。ね、これは中入れんわ。これはね、いつ待っててもね、おばあちゃん見てもらえるかわからんからね。ね、トリアージ。災害などによって多数の傷病者が同時に発生した場合、病院の混乱を避けるため、トリアージオフィサーと呼ばれる医師が傷病者の緊急度や上昇度に応じて治療優先順位を決める。トリアージタクと呼ばれる紙を使い、赤、青、緑、黒。赤は生命が危機的な状態で直ちに処置が必要。青は 2,3 時間ほど処置を遅らせても悪化しない。緑は軽度の外傷で病院治療が、通院治療が可能なもの。黒、生命兆候がないで選別する。
小さな怪我は自分で処置するというわけでね、これはね絶対絶命として3の時に確かお話しましたね。東京マグニチュード 8.0 というアニメのシーンでもトリアージされているシーンがね、一部映ってたってところがですね非常に印象的かなというところでございます。さあというわけでございまして、先に進んでいきましょう。混雑した病院を後にしておばあちゃんを連れて小学校の避難所へ向かったというわけでございまして、ご案内してきましたがですね、今回はですね、災害マニュアルを結構多めに読ませていただいたところもあり、ここら辺でお時間がちょうどいいところとなりました。さあというわけでございましてですね、お家の張り紙にもございました口なし小学校に向かって、キヨさんの治療をですね、お願いしていきたいなと思っているわけなんでございますが、なんですがやっぱり避難所って言われるところってのはおそらくですけども、その近所にいる方々が集まってくる、まあ当たり前ですよねというところがあるんですが、そこに集まって団体生活をしている中でいつになったらその安息が訪れるかもわからないっていう状況での避難所がどのような光景になっているのかというところをですね、次回のパートでは見ていきたいと思います。というわけでございまして、今回はこの辺で、また次回動画でお会いしましょう。ここまでのお相手は私、八神隼人がお送りしました。 See you next time. See you. バイバイ。お疲れ様でした。